こんにちは、小林まさるです。息子嫁小林まさみちゃんのアシスタントをやって19年目に入ります。お父さん、YouTube 始めてどのぐらい経った？ああ、もうかれこれ半年以上経ったかな。登録者はなんだか600人くらいとかって聞いたぞ。ちょっとな、もう少しやってもいいかな。よし、頑張ろうと思って。なんか爆買いっていうのが流行ってるらしいな。爆買いって何？だからあの100円ショップとかああいうとこ行って、50点も60点も買うって、そういうなことが流行ってるらしいので、俺も一つ挑戦してみたいと思って挑戦した。そのお金誰が出すの？ああ、まさみちゃんだよ。俺は出さねえよ。今日は全部で38点爆買いしました。金額にして4300円です。89歳のおじいさんが買ってきた100円ショップのものを紹介します。じゃあ見せてください、はい、まずこれ、これがね、言って最初に語る。これね、あのよくね、うちでね、俺風呂の掃除のあの中のところね、こうガッ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 と掃除する。なんていう商品で、パイプクリーナーって言って、で、A で分かっちゃった。これ A で、あ、ここでこうやって掃除するやつだなと思って。横文字、ここ小さい字だからね、あんまり見えないんだよね。絵で分かるんだけど、これ、これもパイプクリーナー、すっきり解消とか、まずこれする。お父さん、抜け毛がそこに絡むね。そうだそうだ。俺の頭な。まずこれから。あ、これは俺がいつも買う、いつものやつの好きなやつで、バンダナだよ。バンダナ何種類ぐらいあったの？売ってるだろうね、やっぱりね、5、60種類あったよね。でもほとんど俺の持ってるやつだなと思って。これ100円ショップで、なんかそれも似たような柄、似たような柄だけども、間違って同じもの買ってるかもしれない。それはもう分からない。はい、これはバンダナ。はい、次。あ、これこれこれもね、あ、これはいいなと思って。それ何？これね、あの本とかなんかこう三冊五冊とか品物のこう重なった時にずれないとか、持ち運びにで便利なようにこれで挟む。こうやって、俺のアマーノートでも、これこうやって、これでいいんだよ。これで、こうやって俺のは、なんでもな、こういうふうな、まあ、何に使えると思って、俺が買ってきた。このノートには何が書いてあるの？あ、俺のレシピ。あ、レシピ？本当だ、レシピ帳だ。まだまだいっぱいあるんだけどね。じゃこれまた今度ゆっくり見せてもらいます。はい、次。あ、これは何？検診棒。これ。これでもってこう、こう。つぼ押し。足とか。はい、上げて。これ、これ、こうだよ。こうやって。痛いぐらいやってみて。どうだ？あまり痛くねえな。あ、これ。これは、あの、バトンのおもちゃで。バトン、ほら、行くぞ、ほら、バトン、ほら、あ、そうか、そうよ、キュッキュッキュッって自分のところも出てる。すごい、早速喜んでる。おー、ね、これはね、あの卵のね、あの茹でる前にね、穴開けるんだって。そして茹でるとね、真ん中に黄身が行く。うん、真ん中黄身が。そう。今までどうやってそれやってたんですか？私は画鋲です。あ、画鋲。うん、これはね、これで刺すやつ。よくまさみちゃんが穴開けると思ってたから、これ買ってこいって。もう料理やる関係上ね、もう料理のさ、メイちゃんだな。だからこれ、まあ主婦だよね。主婦、仕事熱心。本当ですね。これちょっと目についたんだけど、パッと買って。これね、それ何？これ、カッパだよ。ちょっとあのなんか旅行でも山登りでも魚釣りでも行った時、雨降ってきたらこれパッとかけて防寒グッズ。ちょっとそれ着てみて。え、帰宅難民の時に
あのよく緊急時に使う。すごいね。これもう畳むの無理だね。これこれをこうやって。どうやって。これ本当にサバイバルの無理。小林さんみたいだよ。あったかい。これね、これあったかいよこれ。風なんかある時とかさ、雨降った時とかさ、あ寒さになる強いよ。これ絶対風通さないから。意外といいかもね、股間に。まあ百円でさ、あそういうのもあるんだと思ってね。あとこれでもいいよな。今度それで釣りしようか。さあ、これなんだと思う。これ当ててみれ。汚れ落とし洗濯ボール、うん、これね、石鹸いらずでポッと入れてやるとか、これでもってこう生地をさこうやって回ったりこうなるんですよ。洗剤いらずなの？うん、洗剤いらずではないけども、汚れが落ちやすいってこと？落ちやすいってこと。すごいじゃん。そうだよ、だから俺がいつも洗濯するからよ。毎日今日もやったじゃん。そうだね、うん、あ、これは俺あのちょっとあら花の肥料。何育ててるの？いやいや、そこにだけで草花を俺鉢に植えてるでしょ。あこれよくさ、すぐパラパラっとまく。それ100円だ、うん、安いもんだよね。100円であるんだもん。はい、そうだ。これは何だったの？あったけど、スタンプ、はい、スタンプの黒だ。墨だよこれ。個人情報隠すやつだ。え？個人情報隠すやつだ、うん、ああそうか、個人情報保護よ。ああよくあるある、スーッとなってるやつあれだ。分かって買ってきたの？なんか知らねえ買ってきたんだよ。ああいうとこさ言ったら何に使う何に使うって買うになって、ええって言ってこれも買ってみようと思ってボッと買っちゃったんだよ、うん、はい、だいぶあるね、爆買いって商品が。これはあれだ、あのネギのあれだやつ、うちあったんだよな。見せてくださいお父さん、ね、はい、ね、ネギのあのみじん切りこうやってついてみたと。でもね、あんまり使わないんだよな。そうなんだよね、使わないんだけども俺、買ってきちゃったから。はい、これは弁当の。え？よくまさみちゃん子供の弁当なんで、子弁の型、うん、こういうのを使う。お父さんが自分で使うんじゃないの？うん、まさみちゃんが使うんでねえかって。それでさ。すごく達筆。